おはようございます。 ABEX アーティストアカデミー大阪校ボーカル講師の石川です。さあ今回はリズムトレーニング R2-2 2-3&3-2 複合リズムトレーニングレベル1というのをやっていきます。さあちょっとね長ったらしいタイトルなんですけれども、まあリズムの、手拍子を変えていきながら動きとカウントをキープしていく、そういう練習になります。足の動きはこうです。1,2,3,4,5,6,7これだけです。足音をしっかりトン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 させてください。あとは言える人はカウントを声で1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2というふうに4,8分言ってみてください。難しそうな人は声はなしでいいです。さああとは手拍子が複合リズムですからいろいろ変わってきます。4パターンありますのでちょっとまず1つ目を覚えてください。この位置です。1,2,3,4,5,6,7,8この位置ちょっとね何回も戻してぜひ覚えちゃってください。そして足と合わせるとこうです。1,2,3,4,5,6,7,8これを4,8分いきます。では一緒にリズムに乗っていってみましょう。失敗した人はまた戻してぜひ何度もね繰り返して合わせてみてください。さあ次2つ目のパターン8ビートの今度は3-2になります。手拍子の位置ここです。1,2,3,4,5,6,7,8最後8の裏ですね。これもまた戻してちょっと覚えてみてください。では動きと一緒にやっていきたいと思います。はい、せーの。さあ、これが8ビートの3-2。では3つ目、今度は16ビートの2-3いきます。ちょっと難しくなります。カウントも言いながらだとだいぶ難しいので、何回もね、ちょっと繰り返して練習してみてください。手拍子の位置はこうです。1,2,3,4,5,6,7,8。つくたかたかたかたつつたつつたつつつたかたかたかたつつたつつたつ。こういうリズムです。1,2,3,4,5,6,7,8 これを動きながらいきますとこうです。1,2,3,4,5,6,7,8 さあこれを練習してみましょう。ね、ちょっと難しいとは思うんですけど慣れて繰り返していればできるようになると思います。では最後16ビートの3-2いってみます。手拍子の位置はここです。1,2,3,4,5,6,7,8動きを入れるところです。できる人は声も出していってみたいと思います。
タイム5、3、103つ目と4つ目はね、少し難しいんですけども、ぜひ練習してね、チャレンジしてほしいと思います。さあ、これで2-3-3-2、複合リズム以上となりますので、頑張ってみてください。